9月に最終回を迎えた堺雅人主演ドラマ VIVANT TBS 系の最終話にラスボス的なキャラとして橋爪功がサプライズ登場したことが話題になった。役所広司演じるノゴーン・ベキを裏切った元上司で復讐相手という役で、ネットではいきなりのラスボス橋爪功、真のラスボスは橋爪功なのかなど衝撃の声が続出した。橋爪といえば80歳を超える大ベテランで、その存在感はラスボスにぴったりだった。そこで今回は10から30代の女性100人に、ラスボス感がある芸能人について聞いてみた。第3位、5.0% は、役所広司と渡辺謙が同率ランクイン。役所広司は、冒頭でも触れた、VIVANT では、堺雅人演じる乃木の父親で、乃木が追うテロ組織、テントのリーダーを演じ、重厚感ある存在感を放った。役所は12月22日に、トイレの清掃員を演じてカンヌ最優秀男優賞受賞した主演映画、パーフェクトデイズが公開される。俳優みんなが憧れている印象。いるだけでオーラがすごいところにラスボスっぽさを感じる。31歳、女性、主婦。ベテラン俳優で存在感がある。VIVANT もすごかった。24歳、女性、研究開発技術者。独特の雰囲気があるから。24歳、女性。渡辺謙は、言わずと知れた世界でも活躍する日本俳優として知られる。ラストサムライ、バットマン、ビギンズ、硫黄島からの手紙など、海外の話題作に多く出演しており、2010年公開のアメリカ、中国合作戦争映画、上海では、米国諜報部員を付け狙う冷酷な日本人将校を演じ、ラスボス感のある悪役ぶりが反響を呼んだ。渡辺が出演したアメリカの SF アクション映画、ザ・クリエイター、創造者が、日本でが10月20日に公開されることも話題だ。オーラもあるし、何があっても慌てない感じがラスボスっぽい。32歳、女性、主婦。貫禄もあり、実際に怖そうだから。35歳、女性、事務職。悪そうな感じとか迫力がある。37歳、女性。第2位は、VIVANT でも存在感を放った阿部寛。第2位、9.0% は、阿部寛。阿部も、VIVANT のメインキャストとして輝きを放っていた。阿部が演じたのは、テントを追いかけ、世界を駆け巡る警視長公阿部の敏腕刑事役で、主役の堺雅人とのタッグも印象的だった。また嵐の松本潤主演 NHK 大河ドラマ、どうする家康にも、戦国最強とも評され、徳川家康の最大の敵とも言われた武田信玄も熱演。家康が超えられない存在として大きなインパクトを残した。10月期には主演ドラマ、すべて忘れてしまうから、テレビ東京系がスタートする。長身で強そうなイメージだから、29歳、女性、営業、販売。顔のいかつさと、どっしりとした雰囲気。23歳、女性、存在感があるところ。18歳、女性、学生、フリーター。顔が濃くて存在感が半端ない。20歳、女性、学生、フリーター。渋くて堂々としている。23歳、女性、主婦。第1位は、威厳で圧倒される、北大路欣也。そして第1位、15.0% は、北大路欣也。北大路は、NHK 大河ドラマなどの時代劇や、仁義なき戦い、シリーズや、華麗なる一族など話題のドラマ、映画などに多く出演。2013年放送の堺雅人主演ドラマ、半沢直樹、TBS 系で、半沢が常務の不正を暴いたにもかかわらず、子会社への出向を命じた東京中央銀行の頭取役をラスボス感たっぷりに演じた。また2019年公開の野村萬時主演映画、7つの会議では、主人公ら社員が逆らうことができない大会社に君臨する絶対君主的存在を演じた。威厳がある感じがする。27歳、女性、営業、販売。目力があり、圧倒される。37歳、女性、パートアルバイト。その場にいるだけで威圧感を与えられるくらい迫力のある俳優。27歳、女性、パートアルバイト。ただならぬ雰囲気がある。27歳、女性、事務職。見た目の凄み、や声にもインパクトがあり、重厚感抜群だから。35歳、女性、主婦。怖そうだし、お金も持ってそう。34歳、女性、主婦。紅白出場の大物女性演歌歌手もランクイン。
ラスボス感がある芸能人。第5位以下はこちらから。画像、女子が選ぶ、ラスボス感がある芸能人。役所広司を破った第2位の、VIVANT、俳優は？